とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を使ってデイリークエスト行ってみたいと思います。装備はこれ、骨のコンボ黄金だね。これの黄金スキルがモブを炎上させる火炎だね。そして雷衝撃波輝きがついてます。で、防具が輝くローブだね。これが、クールダウン、そして火炎フォーカス、稲妻フォーカスがついてます。まあ、この雷と火炎2つとも、75% ダメージが上がるので結構強くなると思うんだよね。試しにやってみましょう。今日行く場所がここです。デイリーチャレンジレベル1、王の隠れ家行ってみましょう。今回のデイリーはこういう感じになってます。プレイヤーの所持品は普通の矢のみ、まあ別使わないかな。で、モブの速度が 30% 増加、辛いね。で、近接モブの50体がベビーゾンビに置き換わるです。まあ行ってみようか。大丈夫でしょ。そうか、普通の矢だからこういう感じになるのか。ちょっと待って、ジオマンサー鬱陶しいから先に倒しとこう。あー、そうかそうか、あのね、雲の防具だったらそんなことないけど、このね、輝くローブとかはちょっとね、攻撃速度が遅いんだよね。なんでちょっと、いやいや、これ普通の矢がめちゃくちゃ強いね。普通の矢がかなりいい感じになる。うん、あ、普通の矢これいいなこれ弓矢特化で来た方が良さそうか。もしや、おい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 、あ、帯電か。ちょっと待って、帯電ついてるのはきつい。ちょっと待て待て待て、帯電つききついぞ。おい、ちょっと待って、止まった、止まった。ちょっと待って、帯電つきやめてくれ。倒した？オッケーオッケー。おい、帯電はやめて。よし、あ、クリーパーもこれはね、難なくいけるわ。クリーパーいけるっていうのは結構でかい。はい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 。ただ蜘蛛の防具と違って攻撃した時に回復しないから、そこはちょっと注意していかないとダメか。うん、まあまあそこだけ注意すれば何とでもいけるか。あ、そうか、これ回復が輝きだわ。うん、やっぱ振りの遅いやつは吸血が向いてるね。前まで俺はね、もうほんと何にでも輝きを入れてたけど、振りの遅い一発一発がでかいようなやつ、あれはね、全然吸血の方がいいんだよね。うん、教えてくれた方ありがとう、本当に。今楽になってる。よし、あ、全然いけるな。むしろこれ近接でいかない方が安定するか。うん、まあもうちょっと、おっと、ベビーゾンビがいっぱい出てくるかなと思いきや、ベビーゾンビそんなに出ないんだよね。ちょっと待って、ジオマンサー撃っといて。ちょっと待って、おい、危ねえ、危ねえ。お、さすが邪悪な村人特攻がついてるからいいよね。はい、落ちろ落ちろ落ちろ。ジオマンサー、あそこも倒していこう。こいつは本当にうっといんで嫌いなんだよ。よし、おい、回復がやっぱり心もとないな。ええー、ちょっと待て、死ぬ死ぬ、待て、死ぬよ。ちょい待て、ちょっと待て。レイピアでだ、レイピアは古代狩りの時にね、いい感じの古代人出してくれるんで、あれは重宝するけども、じゃなくて今日はクリアだ。
クリアしたい。ここ結構短めのとこなんでサクッといけるかと思いきや、やっぱ装備があんま良くないんだな。うん、あ、でアースシェイカーやめよう。うん、シェイカーはちょっとこれには向いてないかな。そもそも俺にはあんまり向いてないやつなのかもしんない。得意じゃないもんね。はい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 、アースシェイカーがあれば旋風が別にいらなくなるっていう話だけども、あれをね入れようとするとクールダウンがそうね3つぐらいないと連続使用できないんだよね。まあそれちょっと使い方次第だと思うけど、これはちょっと難しかったな使うのが。よし、あ、取る？一応雑魚を倒してシークレットは取っていこうか。ここのシークレットがさ、いまだに俺取り方がわからないんだよね。わからないとこあるよね、ここシークレットの取る場所がさ。あ、羽使っていくか。あ、難しい。うん、羽使おう。羽じゃないとここはちょっと難しいな。ちょっと羽使っていきます。あ、そうか、あれ、こうか。よし、そうかそうかそうか、羽がクールダウンに対応してるから、これ1個しかないからあんまり使えないんだな。勇者のアーマーか。うん、あれも、いいかなと思ったんだけどね、そうでもないんだよね。ポーションのクールダウンが 40% 軽減されるけど、なんかいまいちだったんだよね。防御力もね、上がっていい感じではあるんだけど、あれを装備するぐらいだったら、ほんと HP が、わー回復するやつが良かった。ちょっと重力パルス。よし。よし。重力パルスきつい。うん、今回なかったけど、ここの真ん中に、海の真ん中にシークレットがあるとき、あれ取れないんだよね。あれの取り方俺全然わかんない。これ普通で、あ、海に落とせないな。あ、落とせる落とせる。問題はあれだな、強制戦闘の時に強いやつが出てこなければ余裕でいけそう。しゃ、はい、ノーマルヒーン。ここのねシークレットからは結構いいのが出てくれるんで、昔何回かね周回してたな。最近はもう全然しないけどね。よいしょ、お、いいね。邪悪な裏人特攻が効いてる。うん、振りが遅いな、やっぱり。振りが若干遅い。あ、きつい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 。あ、余裕でした。数少ない。クリアでーす。で、今回のクリア報酬は、アーティファクトだったんだよね。でも、アーティファクトでもいいのよ。デイリーのやつは、レベルが高いのが出てきてくれるので、最強のアーティファクトになるから、いい。キノコか、あ、いや、ドラとか欲しいな。ドラの254とか、出てくれればめちゃくちゃ嬉しい。まあ、キノコとブーツでもいいや。254が出てきてくれ、頼む！なんでしょうか？ホルンかー！はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。